皆さんこんにちは、武田塾の高田です。清水です。今回のテーマは過去問演習赤本ノートのすすめ、やっていきたいと思います。出ましたね。この赤本ノート皆さん持ってますか？ぜひ使ってほしいなというふうに思って、うん、今回赤本ノートの使い方とあと過去問演習のね具体的なやり方を話していきたいなと思ってます。ここに過去問演習の勉強の真髄がそこにあるというふうに思ってもらえたらと思います。実際見せましょうか。はい、はい、こんな感じでね。赤本ノートは左側が実際に問題を解くページ、うん、で右側が分析のページになってます。で特にね見てほしいのが右側ですね。実力分析丸1、時間配分の評価はどうか、回答順、理解度、ケアレスミスなどはどうかとかね。実力分析2、大問ごとの振り返り、最後対策ってところで具体的に何したらいいのかとかね、うん、そういうのが赤本ノートでは、まとめられるようになってますよと。で過去問演習で一番大事にしてほしいことはやった後の振り返りですね。これをめちゃくちゃしてほしい。だけどやっぱ解き直しをせずに解きっぱなしで終わってる人が多すぎる。なんだ君の失敗はみたいなねその分析をすることが大事だと。そうですね、ですね、はい、見てみましょうか。具体的にどうしたらいいんだみたいなね。じゃあ実力分析丸1とかから見てみましょう。時間配分どうだったかなとかね、ケアレスミスどうだったかなっていう振り返りをしてくださいと、うん、メモのところに、まあ、ある生徒のやつなんですけど、長文の中で答えを探すのに戻って読んでしまい時間がかかったみたいなね、うん、実際なぜ時間配分失敗したのかとかね、15分オーバーとか書いてますね。75分の試験時間とか90分でやってしまったと、そういうのが書いてありますと。こういうの実際やってほしいですね。じゃあ実力分析丸2の方も見ていきましょうか。大問1は長文で15分の20点だった、内容は読めた、単語文法知識ができてなかったとかね。なんか左の方のメモにはこの子は単語の訳勘違いしてしまったとかね、システム英単語3章やり直しとかね書いてますね。 B メイドオブと B メイドフロムの訳の違い、ネクステージやり直しとかね、まずかったところが書いてますね。大問ごとに分析してもらうと、うん、何年のどこどこ大学、うん、その学部がどうでしたみたいな、ざっくりじゃなくて大問ごとにできててできてないみたいなところとか、もっと言うと設問ごととか、うん、細かく見る、視点はより養われやすいかなと思いますね。一問一問どうしたら正解にできたのっていうところ、どこの知識が抜けてたのっていうのを分析することができてたら必然の点数は上がるはずなんですよ。過去問やって、まあ、これみたいにね、シスタの3章抜けてるとかネクステージ抜けてるとか分かればそこ潰しゃこれ取れたんだから、はい、結構過去問演習ってシンプルな話で、それをみんなちゃんとやろうねっていう、これが赤本ノートの使い方ですね。赤本ノートを使ってほしい大きな理由の一つとして、うん、これちゃんとやるっていうところかなと思っていて、例えば我々も武田塾チャンネルで過去問の目的はこういうところで、分析こういうところ見てねとか、うん、皆さんが通ってる学校とか塾でも何らかしら多分言われてるとは思うんですけど、それを何年も何年も過去問解いていく中で、毎回必ずしっかり分析して対策考えて実行まで持っていけるかどうかでいくと多分できない人が多いと思うんですよ。解いたすぐ後はその課題が何で何やんなきゃっていうのは頭の中には浮かぶけど、すぐ忘れるみたいな、で次みたいな感じになって、10年分演習したけど1年目に演習した時と同じ課題残ってました。実際に書くことによって潰せるっていうのが大きな目的の一つですね。大問2は、長文35の20でした。 just、 as、 then など細かい訳ができなかったかな。あと分子構文の訳し方など構文の復習が必要とかで書いてますね。大のメモには just の訳がおかしかったとかね、エバーグリーンで調べて確認しようとか、こういうところはさすがに、まあ、ジャストについて扱ってるものなかなかないから、はい、こういうふうに調べる必要があるものも出てきますね。義文が分子構文だと気づかなかった。確かにね、過去分子系のやつっていろいろありますもんね。分子構文とか分子とか現在完了過去完了とか、はい、まあ、どういう時に使ったものなのかをちゃんと振り返らないとダメだよと。今度は例えば入門英文解釈の70で分子構文のところを復習しようとかね書いてくれてますね。過去分子で始める分子構文が見抜けなかったって、分子構文の文とかめちゃめちゃどこの大学でも出まくるわけじゃないですか、だから過去分子ないし現在分子でも一緒ですけど、それを見た瞬間に次遠目に探してカンマがあったらもうそういうの疑わなきゃダメだなっていうのは、別にこの大学この設問だけじゃなくて他の入試問題を解くときにも共通して今後課題になりうるし、潰せればそこはクリアできるというところになりますよね。大問3だと会話文問題で30分の22会話文の読解、登場人物の立場を抑えられなかった、で左側のメモには役割を把握しなかった、ボブイコール賛成、アンディイコール反対、そしたら答えが決まる、会話文の練習をするっていうふうに書いてますね。じゃそのまま対策の方いっちゃいましょうか。対策の方は、これが大事ですよ、はい、システム英単語3章やり直し、ネクステージ暗記やり直し、ジャストなど気になる細かい訳も長文で復習する、会話文の練習、会話文のトレーニングの3章をやるとかね、こういうふうに対策をまとめてくれてますね、この子のやり方どうでしょう。とてもいいと思いますね、過去問演習でよりレベルアップできる部分もあるんですけど、まあ、特に知識的なものであったりとか基礎的なものであればあるほど、今までやった参考書に戻って潰してまた演習っていうプロセスを踏んでくれと、まあ、こうやったやってないっていうのがはっきりするのがすごいいいと思いますね。
一問一問の振り返りプラス、じゃあ次何やったら点上がんのみたいな分析を正しくできるかが大事で、まあ、特にまあダメなパターンだと今までも結構繰り返し言ってきたんですけど、長文読めなかった、じゃあ長文の練習しようっても全然ダメじゃないですか、うん、具体的に一問一問取れなかった理由があるはずなんですよ、はい、それはもう知識不足かもしれないし、長文の読み方でまずいところがあるのかもしれないし、何かしらのね足りてない部分が絶対あるはずなので、それを振り返るところに時間を当ててほしいなと。赤本ノートってちゃんと書かないといけない仕組みなんで、ちゃんとまとめる癖をつけておくとめっちゃいいなと。赤本ノートわざわざ買う意味あるのって多分受験生で思う人いると思うんですけど、普通のキャンパスノートとかにまとめられるんだったらいいんですけど、ちょっと苦手な子めちゃめちゃ多い。だからこういう風にフレーム化された中で、まあ、機械的にあるしやっていけば自然とそういうまあ対策まで考えるとか身につくっていうところはね、過去問演習やり始めの人とかはぜひ導入してほしい内容ですね、はい、例えばね武田塾の子も毎週個別指導の時間ねみんなあるじゃないですか。ただ過去問やってきましたじゃなくて、この赤本ノートに自分なりに振り返って、自分はこういう対策が必要だと思うみたいなものをまとめてきてほしいです、はい。まあ、赤本ノートもしね近くの本屋さん売ってなかったら似たような形式のものでもいいですし、まあ、武田塾だったら各教室ごとにねそういうオリジナルのシート作ってる教室とかもあったりするんで、そういうのでもいいです。それをちゃんとまとめた上で特訓持ってくる。でそこで武田塾の先生たちと一緒に、じゃあ次何すればいいのかっていう課題とか改善策を考える。でその見つかった新しい対策をちゃんと潰してきて、次過去問の点数を何としても上げる。これを残りの時期繰り返しやっていってほしいなと思います、うん、同じルートまで仕上げていても、この辺の過去問分析の丁寧さとか、うん、しっかりちゃんと着実にやるっていうところがね、合否に本当に直結する部分なので、うんうん、必ずやってほしいところですね。清水先生、お茶水本校の生徒も今過去問めっちゃやってるじゃないですか、はい、この子受かる過去問のやり方してるなみたいな、はい、ちょっとそういう事例とかあったら教えてほしいですね。過去問分析を毎回、うん、まあ、各大学各年度でやっていたら、自分の課題と今後何やらなきゃいけないかってすぐ自分で言えるんですよ、うん、生徒面談とかをするときに、うん、今最近ってどの辺が特に課題になってるのっていうのを聞くと、もうブワーって出てくるみたいな、うん、もうこのノートに全部まとめてありますみたいな、はいはいはい、ことが、受かる人は例年それそこまで徹底的にやってる印象は強いですね、うん、何したら受かんの説明してみてと、それが言えなきゃダメだよっていうのがこの過去問ノート、赤本ノートの極意です、はい。だってね、赤本ノートのこの対策ってところにまとめて、これ全部やれば受かるんだからっていう、そういう分析、そういう徹底的な振り返りを赤本ノートではしてほしいなと。これが過去問演習の真髄でした。伝わったでしょうか、では頑張ってね乗り越えていきましょう。今回は以上です。高田先生、はい、武田塾の無料受験相談ってどんな話するんですか？受験生のみんなが抱えてる悩みを武田塾のスタッフが解決に導いていきます。今の勉強法のまずい部分だとか、それを無料で全部あなたに教えますよ。今から勉強を始めた高1高2生も、うん、焦ってる受験生も、うん、ぜひ来てほしいですね。詳細は概要欄をご覧ください。